めちゃ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 寒い。寒いね。なんかわかんないけどめちゃめちゃ寒い。あー寒い。震える。寒いですね。メイクしてますよ。確かにジェラピケじゃないから。今日雪降った？そうなの？趣味です。伸びたねって。伸びましたね。髪サラサラですか？ストレートだからかな。だいぶ染ま、咳だいぶ止まった。ねえ、大学合格しましたって。おめでとうございます。すごい早いね。もう決まるんだね。3月3日にみゆちゃんに会いに来ますって。待ってます。握手会ですよね。みゆちゃん20歳って本当って。あと7ヶ月8ヶ月そんなないっけ。あれそんなないか。あと3ヶ月、あと3ヶ月か。あと3ヶ月で20歳です。3日のお洋服も決まってるなんて決めてないですね。何着よう。シェーディング使う？シェーディング使いますよ。今年成人式、来年成人式かな。時が過ぎるの早いですか。
HKT 入っての中2ですよ。早いですね。気づいたら。あ、昨日のインスタのやつ可愛かったって。フーミーですか？可愛いですよね。ロフトで買いましたよ、ミオは。もうプラザとかに持ってるって書いてた。昨日はまいちゃんのうちにお泊まりしました。なんか急に。昨日の配信面白かったです。よかったです。テンション高かった。確かに。何時に寝たっけな。めっちゃ遅く寝ましたよ。オールはしてない。ちゃんと寝た。いつかミオマイリコップで配信してほしいって。昨日のテンションが高すぎて今日低く見える。まああんな高くなることはめったにないですね。これが普通です。ノーマルモード。そうですね。特殊な時もこれくらいのテンションですか？どうなんだろう。これよりかは高いと思いますよ。最近みおちゃん神対応だよね。最近とは。リップどこのか知りたいです。クラランスです。今日はどんな一日だった？今日、うん、今日、うん、メイク動画大好きって。マスカラどこの？マスカラ？ヒロインメイクの茶色。
でもパソコンとにらめっこしてたんやろって。そうですよ、一本作りました。今日載せようと思ってたのに気づいたらもうこの時間だった気づいたらもうこの時間だった。から明日載せます。YouTuber みたいですか YouTuber ではないですね。ね、動画クオリティ上がってるって嬉しいでもめちゃめちゃね YouTube やらないって、やりたいやりたいな、やろうかな。ユーチューバーですか？パンダの服ですよ。この間握手会できた。もうずっとこれが続いてるんです。パンダ。肌綺麗って、そんな全然そんなことないです。あ、そのパンダのお洋服写メ買いでお揃いでしたいから買いに行くねって。ぜひぜひ、まだ売ってるかな。今日の飲み物はない。キャンスパですよこれ。WC リニューアルオープンするの？どこに？で、今年になって2、30回配信してるって、私。わー、すごーい。わ、ミオが着てるの欲しくなった、なっちゃうって。嬉しいねー。嬉しいねー。美容室行きたいな。フランフランです、これ。でも、花がくれました、誕生日に。お前のお誕生日にくれた姉ちゃん今日誕生日です、おめでとうございます。お、初見です、いらっしゃいませ。ねえ、嬉しい、可愛すぎ、憧れです。だって嬉しいな。ゆうちゃんの洗顔に使ってるのとか、洗顔、
なんかファンキュー使って使ってたけど最近変えたんですよね。あ、嘘みたいに眠たいです嘘みたいに眠たいです。ねえ、眠たいよね。髪伸びたよ。もう前髪なんてもうボサボサ。千葉涼介アットマーク483、東京タワーありがとうございます。いつもありがとう。見えてるよ寝ますか？早いよね。でも今始めたばっかりだしね。今日まいちゃんと遊んでないですよ。ミオの顔になりたいって。どうぞ差し上げます高くなってきた。目、鼻、口、目、A 美人になったって。キャッ。目だけで見よって分かりますか？嘘。今ニキビできた。しかも2個も。やだー。こうやってしよ。片方配信。目。クマが。ちょうどさ、前髪が当たってさ、どんどんひどくなって。珍しい。私がニキビ、お医者さん行きますよ。最悪だ。隠れないっていうね。まだおでこだったらいいのに。もう毎日メイクしてるからね。そりゃニキビも出る出る。
手で揉みよってわかる？手でもわかる。それは嘘だな。寝ないですよ。お仕事ですから。ハートがいっぱい降ってきてる。ハート。あ、ハート。こうしてもハートになる。ハート、あーぶ、ハートハート。みゆちゃんって面白いよね。面白くない。体操服みたいって。そんな。パンダ。バリエーション豊富。シャンシャン、ドン。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。ああ、わからんくなった。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 17匹のパンダを引き連れてます。後ろもある？後ろはない、後ろはない。17人ですね。パジャマじゃないですよ、私服です。昨日の配信楽しかったっていう人もういいね。一人だとね、静かだからね。これで外出ますよ。
こちゃんが面白いからね、ああいう感じになっちゃうんですよね。すぐふざけたくなる。お、バラ。遭遇したい？どこに？みよちゃん天然かなって。まいちゃんの方が全然天然ですよ。昨日見てたらわかる。めちゃめちゃ天然。みよちゃん今の夢は？夢将来の？ね、スマホ探したとき面白かった。ね、まいちゃん本当面白いね。私そんな天然じゃない。ミオは違う。え、天然ってめっちゃ書かれるけど本当に違う。すごい、めっちゃ言われる。あ、不思議ちゃんですか？違わないって。そうなの？あ、マイペースではありますよね。でも本当の天然の人は自分で言わないっていうこと。アクション売ってないってネットで。今日初見ですっていう人多い。みんながボケてる。無視するね。無視するね、突っ込まず。それでもまだボケる。そしてミオは無視をする。
なんでやねん。固まってる今。の。動いた。あ、また固まった。早い、もう48分だ。今日何もしてないのに。長い、ほら、あ、ん？前髪きれいに巻けない。前髪の動画撮ったいつのせよ。黒い服のミオが見たい。黒い服、黒い服？ああ、着てるよ最近。でもさ、ショールームとかで黒着るとさ、顔を暗く見える。黒ピンクね、いいよね。イートミーのイメージ。茶色ってなかなかなくない？イトミのお洋服かわいいよね。黒い服が見たいだと、うん、1年前のディアチェ思い出す。懐かしい、やったよね。もう覚えてないやん。全然覚えてない。もうここしかわかんない。忘れちゃった。ミオの好きな服を着ろうよ。そうさせていただいてます。振りは忘れるものですよ。すごい、川栄さんに似てるってめっちゃコメント来てる。そうなんですか。でも前から言われますね。かわいい、さよならクロールの時めっちゃ言われてた。 MV 撮影の時。メロンジュース覚えてますよ。それはそれだ、結構もうやばいでしょ。今日は飲み物ないですよ。
またあれを持ってこられる可能性があるから逃げてるんです。私今日はそんなに長くできないなって思ったから、まあいっかと思って。そうです、あれです。もうそのコメントも嫌だ。サクタベの MV 可愛くて好きって、懐かしい、覚えてる。スキップの泡のシーン好きって、懐かしいね。めっちゃ子供ですよね、顔が見よう。覚えてる、普通に楽しかった思い出。やばい、泡いっぱいだ、嬉しいなって思いながら撮影してた。唐揚げの MV も好きですか？唐揚げは寒かったかな。サッシーと遊んでた。どれだ、さよならクロールかな。ね、お腹すいたって書いてる人、食べてください、ぜひ。終わろっか。タグ、終わります。10位サクサクさん、ありがとうございます。9位レイナさんじゃないか、シンジくんさん、ありがとうございます。8位青いアットマークムーさん、ありがとうございます。まだハッピーハロウィンしてる。7位ふまちゃんアットマーク宮城県さん、いつもありがとうございます。6位ひろっちさん、ありがとうございます。4位ん5位こんちゃん、みおみくっちゃんさん、ありがとうございます。4位つばさみおおしさん、ありがとうございます。3位いいじゃんあとまくみおすいとうよさん、いつもありがとうございます。2位ゆぱぱさん、ありがとうございます。1位しばあとまくしばりょうすけあとまく48、3東京タワーありがとうございました。嬉しいです、夜遅くにこんな何もしてない配信を見てくださって本当にありがとうございます。これからも見に来てください。毎日こんな感じじゃないですよ。初めて来た人はびっくりですよね、きっと。コスメも紹介してますし、テンションがもっともっと高い時もありますし、また来てください、見に来て。
コメントありがとうございます。見てますよ。ぼーっとしてるときはコメント見てるときです。いい夢見てください。7702人の方ありがとうございます。元気でね。おやすみよ。バイバーイ。